お待ちを。お二人ともちょっと待ってください。見覚えのあるお顔、もしかして噂の旅人さんとパイモンさんですか？こんにちは。突然ですが、少しお時間をいただいても？ご相談したいことがあるのです。私の名はナビル、教令院のマハマトラを務めています。お二人は瀬野先輩のお友達ですよね。先輩からあなたたちのことをお聞きしたことがあります。実は今、先輩は缶詰知識の密輸事件を追っているのですが、もうかれこれ数日連絡がついていないのです。まさか危険な目に遭ってないよな？正直、先輩の安全を脅かせるようなことがあるとは考えにくいのですが、ただ連絡が遅いのは予想以上に事件が複雑だったからなのかもしれません。お二人は頭が切れ、勇敢で有能だと聞いています。缶詰知識の密輸事件を一緒に調査していただけないでしょうか？いいぜ、そこまで言われちゃな。最近市場では出所不明の缶詰知識が急増しています。その裏には完全な密輸ルートが隠されていると我々は推測しています。一部の学者の研究によれば、缶詰知識を大量に使用することは深刻な結果を招くようです。しかし人々はまだそのことを認識していません。また危険な缶詰知識がすでに市場に出回っているという噂もあります。噂の真偽に関わらず、密輸ルートの徹底解明には一刻の猶予もありません。前回瀬野先輩から連絡があった時は、スメールシティの外で調査されていたようです。何か手がかりを見つけた様子だったのですが、以降は何の音沙汰もなく。わかった、早速行ってみるぜ。お前らか。道理で馴染みのある気配を感じたわけだ。今調査中だから話はまた今度な。様子を確認してきてほしいってナビルに頼まれたんだ。ナビルに許可なく俺の行動を晒すとは。まあ今はそんなことを気にしてる場合じゃない。状況はお前たちが思っている以上に面倒かもしれない。すでに何人かの審判を終えたが、得られた情報はごくわずかだった。話せば長くなるんだが、缶詰知識を密かに売ってる場所に関する情報が入ってきた。興味があるならついてくるといい。なんだか複雑そうだけど、セノと犯人を捕まえに行くなんて、オイラたちもマハマトラになった気分だぜ。ヒヒッ、それじゃあ出発だ。これで全部か？前回よりもだいぶ数が減ったな。そんなことはどうでもいい。買うのか買わないのか早くしろ。最近は取り調べが厳しいから在庫があまりないのさ。もし気に入ったものがあるんなら早く買っといた方がいい。次いつ入荷するかは誰にもわからんからな。教令院のやつらは一体何を考えてるんだろうな。さて、これとそれを積んでもらおう。あとは、いい物はないみたいだな。普通の知識ばっかりだ。まあいい、勘定してくれ。15万ボラだ。金を先にもらうぞ。いや、その必要はない。だが人と貨物は残してもらおう。お前はセノ！くそ、しつこい集め。おい、ブツを捨てて別れて逃げよう。モラも忘れるな。じゃじゃーん、パイモン登場。お前ら逃がさないぞ。仲間？どういうことだ。仲間はいないんじゃなかったのか。まいったな、どっちも手強そうだ。どうにか逃げ出す方法はないか。
俺らの負けだ。こんな少ない利益に命を懸ける必要なんかない。え、あっさり降参したぞ。前に捕まえた奴らも同じような態度だった。奴らはただの下っ端販売員だから深く関わってるわけじゃないのさ。さて、お前らに聞きたいことは一つだけだ。この缶詰知識、どこから仕入れた？仕入れる場所は特に決まってないんだ。上の奴らから一方的に連絡が入るだけで、あとは5日ごとに誰かがブーツを持ってくる。次送ってくるのはいつ？知らんな。本当に知らん。3日前にブーツを受け取る予定だったが、荷物の影すらないときた。今手元にあるのは8日前にもらった缶詰知識さ。それももう残り少ないがな。3日前から貨物をもらえなくなったのは、俺がちょうどこの件を調べ始めたからだろう。おそらく上はそれを知って連絡を絶ったんだ。先ほど逃げようとした時、俺に仲間がいないと言ったな。どこからの情報だ？商売を始めた初日に上からあんたの情報をもらったのさ。気をつけろってな。ま、結局捕まったが。てか、気をつければ回避できるようなことでもねえだろ。とにかくそういうことだ。相手は俺のことを詳しく知ってて、前からずっと姿を隠してきた。外に泳がせているのはただの下っ端。いくら捕まっても問題は解決できない。もし他のルートがあればいいんだが、例えば缶詰知識を売る大商人とか。うん？あ、それってドリー。心当たりがあるのか。合わせてくれ。代わりに審判してやろう。審判？それほどの危険人物、当然野放しにするわけにはいかない。セノとドリーを合わせない方がいいみたいだな。そうか。この二人のことを何とか片付けて、また情報収集しに行こう。何か新しい情報があればキャラバン宿駅で俺を探すがいい。それとお前、二度と缶詰知識を買うんじゃない。まだ使ってない缶詰知識があれば速やかに提出しろ。わかってる。し、余計なお世話だ。おい、その態度はなんだ？何か？缶詰知識の売買はお互いの合意のもとで行われている。それをあなた方は何が何でも邪魔しようとしてるんだ。こんな便利で都合のいいものを教令員が禁止しようとするのは、独占したいからってだけだろ？缶詰知識の潜在的な危険についてはすでに教令員から公表があったはずだ。俺は説教を繰り返すのが好きじゃないし、したってお前は気にもしないだろう。だがこれだけ覚えておけ。お前のこの行為は缶詰知識の密輸をはびこらせるのに加担したと。次また同じようなことがあれば個人名義で審判してやろう。じゃあな旅人パイモン、俺は先に行く。ただの脅しに決まってる。とりあえずドリーに聞きに行こうぜ。あいつならコネも多いし何か知ってるかもしれない。いつもは確かアルカサルザライパレスにいるよな。行ってみようぜ。あらあら、そんなことがあったんですの？売られなくてよかったですわ。身の隠し場所に頭を悩ませるところでしたの。そう、私も缶詰知識の商売を最近やめましたもの。え、やめたのか？ええ、近
頃缶詰知識がたくさん湧き出てしまって、もういい価格では売れませんの。連中は市場をほぼ独占していますが、人様からおこぼれをいただくのはごめんですわ。稼ぐと決めたら大金を稼ぐのが私のやり方ですの。おまけに最近は取り調べも厳しくなりましたし、思い切って足を洗うことにしたんですわ。どうやら無駄足になっちゃったな。まあ無駄足とまでは言えませんわよ。黒幕が誰かは存じ上げませんけれど、秘密を守ってくれたお礼に少しだけ情報をあげましょ。何しろ私もあの意地汚い連中が少々痛い目に遭ってくれるのを期待していますの。そして早く市場を引き継ぎ、早くこの業界を浄化しませんと。おいおい、明らかに自分のためだろう。缶詰知識の価値を侮ってはなりません。学ぶのに必要な条件は少なく、様々な知識がいとも簡単に手に入る。このような商品を高く売れるのは当たり前のことですわ。誰もが必要としているわけではなくとも、スメール全体となると需要は決して低くないはずですの。それに生産コストも低い、輸送費に多少お金をかけても十二分に採算の取れる商売ですわ。だったらなんで教練員は缶詰知識の販売を禁止するんだ？複雑な知識が簡単に身につき、頭を動かさずとも知者になれる。とってもいい話に聞こえますでしょう。けれどこの世に代価も払わずメリットばかりを手に入れられるものなんてあるわけございませんよ。学習、思考、実践、知識を得るというのはもともと複雑なこと。私が物を売るように事前準備は不可欠ですわ。けれど缶詰知識は全てのステップをスキップし、知識を直接頭に押し込んでしまいますの。これには潜在的な問題が少なくとも2つありますわ。まずあなたはその知識に絶大な信頼を寄せ、忘れたくても忘れられなくなってしまう。つまり間違っていたとしても修正する方法がほとんどありませんの。次に長きにわたって過量の知識を吸収すれば、思考能力は低下し、やがて知識を保存することしかできない生きた図書館になり果ててしまいますわ。え、そんな危ないものなのかよ。確かお前も缶詰知識を使ったよな。どこか具合が悪かったりしないか？もちろん少し使うくらいなら問題ありませんわ。だから前にも売りましたの。薬で病気を治すのと同じように、過剰摂取は毒となりうる。重要なのは使用した回数ですの。あらあら、話が逸れてしまいましたわね。とにかくあの連中は後先も考えず缶詰知識を売っていますわ。長い目で見れば間違いなくいいことではありませんの。さらに悪いことに、市場に出回っている缶詰知識だけに目を向けていると連中の罠にはまりますわよ。私が知る限り、連中の真の目的は缶詰知識を利用して機嫌の庭に関する情報を流すことですの。こちらの方こそ千載一遇の大商売ですわ。機嫌の庭？なんだそれ。伝説によると、機嫌の庭はキングデシェルト時代の遺跡で、中の宝物を手にすれば生死のすべてを悟ることができるらしいですわ。けれどこれは教令員が明確に禁止している研究ですの。聞いた話では、先日砂漠で珍しい缶詰知識を売るオークションが開かれ、中には機嫌の庭に関連するものもあったそうですわ。この情報を聞いて初めて、市場にあふれている缶詰知識は目くらましに過ぎず、彼らの本当のターゲットはやはり機嫌の庭だったのだと推測できましたの。機嫌の庭の研究は決して容易なことではありませんわ。あらゆる基礎的な知識が必要ですの。研究チームを一刻も早く結成するには、缶詰知識を使うのが一番ですわ。オークションを開いたのは、まあおそらく民間から興味のある有能な研究者を招きたかったからでしょうね。それに必ず機嫌の庭を見つけられるとは誰にも保証ができません。
ならばオークションで起源の庭に関する缶詰知識の値段を上げて、まずは一儲けしておくのも商売として悪くありませんわ。あ、だったら砂漠のオークションに行ってみないか。もしかしたら手がかりが見つかるかもしれないぞ。それがいいですわ。さて、そんなお二人にそろそろうちの砂漠特別旅行パック過去限定版をご紹介しますわ。中にはなんとオークションの位置をマークした地図も入っていますのよ。あらららら、先ほど言いましたでしょ、物を売るには事前準備が不可欠ってことを。さあ、どんな値をつけようかしら。決まり、各旅行パックはたったの50万もら。なんて割のいい取引でしょう。バイモンの旅行パックはさらに 50% オフで、今なら25万もらでお求めいただけますわよ。そこ大丈夫ですわ。密輸の件を調べているのはセノでしょ。彼につけておきますわ。すべてが終わったら紹介でモラを払えばいいと彼に伝えてくださいまし。あ、直接私のところには来ないでくださいましね。バレてしまいますから。堂々たる強霊院の大マハマトラとして、さすがに払わないなんてことはないでしょう。調査の経費は出ているはずですし、もっとまとってもいいかしら。早く行こうぜ。このままだとモラがすっからかんになっちゃう気がするぞ。そうそう、缶詰知識の流通を徹底的に断つのは難しいと思いますわよ。誰もあなたたちの努力を認めてはくれませんわ。え、なんでだよ。だって短期的な視点から見れば、缶詰知識の流通は誰にとっても有益なことですもんの。黒幕はこのおかげで起源の庭を研究でき、商人たちは缶詰知識を売ってお金持ちになり、お客さんたちも普通には獲得できない知識を簡単に手に入れられる。誰しも得だと思うことを邪魔されたくありませんでしょう。未来のデメリットなんてほとんどの人は眼中にないし、気づいたとしても信じたくないものですわ。ですからあなたたちは理解されない運命ですの。はあ、本当にお疲れです。まったく悲しい話ですね。そんなあなた方、この悩みを解消する100の策はいかが。今ならなんと 30% オフですわ。またかよ。もう騙されないからな。セノ、情報は手に入れたぞ。奴らの本当の目的は起源の庭だったんだ。あいつら砂漠でオークションを開催して起源の庭の缶詰知識を売ろうとしてるぞ。起源の庭、情報源は聞かないが信頼できるのか。起源の庭にはキングデシレト時代から残された宝物があると聞いたが、本当か？半分はな。あれはキングデシレト時代、ある怪しげな教派によって建てられた秘密の場所だ。確かに宝物もあるが、それ以上に未知なる危険が隠されている。これまでの研究資料によれば、起源の庭に入るには対価として命を支払う必要があるらしい。どう考えても普通の遺跡じゃない。だから誰にも研究できないよう教令院は明確に禁止してるんだ。もし黒幕が缶詰知識を利用すれば、確かに研究資料を移動させたり研究者を増やしたりできるだろう。いずれにせよ砂漠に行く価値はあるな。年々減ってはいるが、教令院や民間にはまだ存在する。何しろ起源の庭の宝物を手に入れれば、生死のすべてを理解でき、さらには死者を生き返らせることができるという噂があるからな。多くの人にとって
生と死は最大の無念となる。現実離れした噂と知りつつ、それでも幻想を抱き熱狂的に追い求めるんだ。だから起源の庭に関する研究はいくら禁止しても後を絶たない。缶詰知識の中の情報がどこから出てきたのかも判断しづらいな。ところでオークションがどこで行われるかは知ってるのか？よし、それじゃあ行ってみよう。だがその前に俺たちについてる尻尾を片付けないとな。尻尾？ああ、まずはここを離れよう。俺たちが動けば奴らも尻尾を出すはずだ。安心しろ、これくらいのこと俺が片付ける。お、頼もしいな。けどオイラたちだってただ黙って待ってるつもりなんかないぞ。待て、砂漠に行くんだろう。忠告しておくが、よく考えてから行った方がいい。お前らは？俺たちが誰であるかは関係ない。重要なのは、やめるのならまだ間に合うと俺に伝言を頼んだ誰かがいるということだ。お前がセノだな。今回の件には複雑な利害関係がある。これ以上詮索すれば、いくら悪名高いお前でも無事に帰れないかもしれないぞ。ところでお前らはこの件とは関係なさそうだが、なぜ自ら災いを招くような真似をする？そうだ、見て見ぬふりなんかできないぞ。なるほどな。だがよく考えてみろ、セノ。お前はただ手柄が欲しいんだろ。もしここで身を引くなら一歩下がってもいいと雇い主は言った。例えば缶詰知識の商売を減らして、お前の調査がかなり効果的だったことを示すとかな。それだけじゃない、利益をお前に分配してもいい。名声を得られる上、金まで手に入るんだ。断る理由は一つもないだろう。お前の話に乗る理由も思いつかないな。これ以上話しても意味はない、さっさと消えろ。そういうわけにはいかんな。金を受け取った以上、悩み事は解消して差し上げなければ。お前らがどうしても意地を張るって言うなら、ちょっとばかし痛い目にやってもらうまでだ。チッ、お前ら覚えとけ、セノ。この件に関わり続ければ数え切れないほどの奴らがちょっかいをかけてくるだろう。その時に後悔しても無駄だからな。引くぞ。いや、その必要はない。捕まえたところで何の情報も聞き出せないだろうし、罠の可能性もある。すまない、お前らまで危険に巻き込んでしまったな。俺と一緒にいるとお前らまで恨まれてしまうかもしれない。しばらくは特に気をつけてくれ。寝るときも目をつむるんじゃない。いやいや、目はつぶらなきゃ眠れないだろう。そうでもないが、とにかく気をつけた方がいい。傭兵団は失敗すると業界での評判が落ちるから、執念深いものが多い。面目を保つため、暗闇に紛れて忍び込む機会を待つかもしれない。ああ、記憶に新しい。昔ある先輩と組んで任務を遂行したんだ。あの時は経験不足で、事件が終わったからと気を緩めてしまい、残党の襲撃を受けた。先輩が代わりに切られ、俺たちはやっとのことで残党を片付けた。それからはより慎重になったし、用心して寝るようになった。そんなことがあったのか。で、その先輩は無事なのか？
手首の軽い骨折が治るまでに2ヶ月かかったが、幸い後遺症はなかった。去年一身上の都合で一般職に転身され、俺がやってるような外の任務はやらなくなったよ。先輩の名はタージ・ラドカニ。人望の厚いマハマトラだった。これから接触することもあるだろう。とにかく危ない橋を渡ってることを自覚しろ。俺はもう慣れているが、やはりお前たちが傷つくところは見たくない。安心しろ、オイラは気合を入れて危険を先に察知しておくから。ああ、心配するな。この状況も長くは続かないだろう。ことが終わったら潜在的な危険も一掃してみせるよ。